さあ、スイズ総田選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、地元でありますこの増田市での開幕戦、振り返っていかがでしょうか？そうですね、何としても勝たないといけない状況でしたし、個人的にも結果を出さないといけない中で、チャンスありながらも決めきれなかったところが、課題になったなと思います。ボールの持ち出しとか縦の動きっていうのすごく印象的だったんですけど、途中から入って狙ってたプレーっていうのを教えてもらってもいいですか？そうですね、途中交代だったので、迷いなくファーストプレーは仕掛けるということは、まあ、心がけてましたし、まあ試合の流れを変えたいという思いが入ってたので、それがまた結果につながらなかったのが、悔しいですね。ここまで3試合を終えて1勝1分け1敗という結果になりました。次の試合、どのようなことが求められると思いますか？もう勝利のみですね、はい、もう負けられないので、何としても、チーム全体で一心となって勝ちたいなと思います。はい、次節の勝利願っております。はい、最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日は暑い中、お越しいただきありがとうございました。まだ、ホームアウェイも続きますので、温かいご声援よろしくお願いします。スイーツ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。沢島選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。沢島選手自身としてはリーグ戦は初のスタメン起用でした。今日振り返ってどうでしたか？はい、そうですね、まあ、個人的にはまだまだな部分が多いなっていうのは感じてて、もっと仕掛けたりとかゴールに向かうっていう意識は今日はあんま見せなかったな、なかったなっていうのもあります。チーム全体としては1点失った後に追いつくというゲーム展開でしたけど、今日のゲーム振り返っていかがですか？まあ、自分たちがボール持ってる中でも、まあ、イージーなミスだったりとか、自分たちのミスからボールを奪われるシーンがあったんで、そこは、まあ、今週またしっかりとトレーニング積んで修正していけたらなと思います。今シーズン、まあ、これからもう勝つしかないという状況も見えてきたのかなと思うんですけれども、チームとして取り組んでいくべきところ、どんなところポイントになってくるでしょうか？まあ、もう目の前のワンプレーワンプレーを 120% でやるっていうところがまずはベースになるかなと思います。今日もたくさんのサポーターの方お越しくださいました。メッセージをお願いします。暑い中でも、たくさんの応援ありがとうございました。選手自身もまだまだ 120% の力を出して、これからのリーグ、全勝予選と、戦っていくので、また熱い応援よろしくお願いします。期待しています。ありがとうございます。沢島選手でした。岸本博樹監督です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、1対1の、引き分けでした。試合全体を振り返って、総括をお願いします。はい、試合の入り方、あとは、まあ、試合の途中の流れ含めて、まあ、厳しい試合にはなると思ってたので、その中で準備してきたことが、まあ、少しずつではありますけど、出せるようになってきたかなと。ただ、まあ、やはり三菱さんもしっかり守りながら一歩のチャンスも狙っていたので、まあ、その中でああいう形で失点しまったのは、チームとしては確かにちょっときつかったかなと。ただ、まあ、その後選手たちのリアクションはしっかり得点をもう一回取り返して逆転まで行くぞっていうところでもう一回ギアを上げて、実際に得点も、まあ、奪えたというところは良かったのかなと。ただ、まあ、そこから先逆転に行くためにはもう一段階クオリティのところであったり、量であったり、が必要にはなってくると思うので、そこについては今後の課題かなと。ただ、まあ、勝ち点0のところから1に持っていけたというところはポジティブに考えていいのかなとは思います。まず、今日も、まあ、多くの、まあ、観客の皆さん、ファンサポーターの方が、会場には押しかけてくれてました。ちょっとその方々にちょっとこうメッセージを一言お願いできればと思います。はい、初めての、まあ、増田の今シーズン開幕戦だったということで、非常にたくさんの方たちに、声援を送ってくださって、当然ピッチに立ってた選手、含めて非常に頑張ってもらったんですけど、本当にこの皆さんの
応援に駆けつけてくださった方たちの声援が私たちの後押しになったのは間違いなかったので、そこに関しては本当に感謝してますし、次節以降も同じように、でさらにたくさんの声援が、いただければ非常に心強いなというふうには、感じました。はい、まあ、来週からは、まあ、大会変わって、全社予選に挑む形になります。そこへちょっと意気込みを、一言お願いします。はい、まあ、天皇杯もそうなんですけど、まあ、全国の、舞台に立つ機会っていうのは私たちにとっては限られているので、まあ、トーナメントにはなりますけど、一試合一試合、目の前の試合のところで、勝ち切れるようにまた1週間、準備していければいいかなとは思ってます。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。